これは今月京都で行われたあるデモを呼びかけるチラシ。生存権を求めるデモと書かれていますが、その内容が波紋を広げることとなりました。この日、参加者が持つ横断幕に書かれていたのは、生活保護はみんなのものだという文字。2013年に引き下げられた生活保護基準額について、受給者や支援者100人が不満を訴えたのでした。生活保護といえば、憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、生活困窮者を支援する大切な国の制度です。しかし今回、このデモで上がった一部の訴えが物議に。たまには旅行に行きたいぞ。おしゃれもしたいぞ。うなぎも食べたいぞ。これが報じられるや、 SNS では非難の声が噴出してしまったのです。旅行に行きたい？それは本当に最低限度なの？一生懸命に働いててもうなぎなんて食えない。一方でこんな指摘も。メディアの見出しの付け方が燃料になってる。デモの本質は旅行でもうなぎでもないのでは？思えば、たびたび非難の的となる生活保護、なぜここまで燃料となってしまうのか。ここからは生活保護受給者をゲストに、今回のデモと生活保護の在り方を考えます。小僧さん、いかがですか？まあ、この問題って今回にこうデモをして声を上げられておられる方、そしてメディア、そして声を上げていない受給者、まあ、これはほとんどだと思います、はい、そしてもう一つは第三者ですよね。今回いろんな批判がある、もしくは賛同の声もある、その人たちも第三者だと思います。で、今回そのいわゆる第三者、この層に例えば自分たちの生活も厳しいんだと、そして自分は納税をしているんだと、わきまえてほしいっていうような、このわきまえをこの受給者たちに求めるというような風潮が一部あると思うんですね、はい、でそれは何でかって言って、これだけ物価高が続いていて生活が苦しいということもうそれ以外はないと思うんです。で結局そういうわきまえろ、自分たちも我慢しているんだという感情になるっていうのは、まあ、ある種こう理解ができる部分はあるんですね。一方でセーフティーネットっていうのは、自分も実はそのセーフティーネットを使うかもしれないっていう、この双方向性によって成り立つわけです、はい、だから生活保護すら羨ましいと、もう生活保護結構厳しい現状で、今日いろいろお話あると思いますが、それすら羨ましいと思う今のこの国の状況という方がやはり異常なのかなという気がしますよね。わかりました、ありがとうございます。さあ、ゲストをご紹介します。 SNS などで生活保護おじさんとして支援情報を発信する生活困窮者の支援を行うつくろい東京ファンドの佐々木大志郎さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一方、実際に生活保護を受給中の鹿丸さんです。鹿丸さん、よろしくお願いします。どうも、鹿丸です。本日はよろしくお願いいたします。すごいリアルな鹿のお面をかぶってらっしゃいますけども、まず鹿丸さんにお伺いしたいです。今回の件はどのように受け止めていらっしゃいますか？そうですね、そもそも生活保護でうなぎを食うとか、おしゃれをするとかっていうのはそもそも可能なので、わざわざこれを言うことと、これを言う必要性はなかったのかなって思ってますし、はい、このデモの結果でその若者とか生活保護を本当に必要としている人たちっていうのが、何かあったら生活保護になるっていう、そういった選択肢を取りづらい構造に持っていってしまうんじゃないかなと思いました。佐々木さん、どうですか、今回のデモの件はいかがですか？あ、そうですね、実はその京都のグループには、実はそのあれの決起集会の時にですね、まあ、講演とかしていろいろ交流させていただいたんですけど、まあ、今回やっぱりすごくメディアが戦場的なってところがありまして、やっぱり生活保護自体が今非常に下がっているとか、相対的に下がっているわけですね、物価が上がっているので、だからそれで生活が苦しいということを、ある種はあのグループはやっぱ当事者運動の文脈なので、活動家というよりはどうしても自分たちが当事者と利用して、そこのなんかプリミティブな叫びみたいなところがうなぎ食べたいなので、それは全然褒められること、何もバッシングされることではない
ので、まあ、これやはり一つはそのメディアの部分の、やっぱりその問題が大きいかなと思っています。まあ、もちろん先生主のようなタイトルをつけたわけですよね、朝日新聞が。まあ、そういう意味においてはまさにメディアの責任あると思うんだけれども、実際に発言としてはあったわけじゃないですか。で今いや生活をおっしゃったように、まあ、物価だけの問題じゃなくて今のこの物価高が始まる前から基本的には減額をされてきたっていう歴史があるわけですよね。それに対しての運動をずっとやってこられた方々も当然たくさんいらっしゃると。ただ今回物価高でこれだけいろんな人たちが苦しんでいると、そしてメディアもセンセーションに取り上げる可能性はあるし、例えば SNS 上の中でそんな本来の活動の趣旨であるとかデモの目的なんていうのを見ることもなく見出しだけを取って批判する人たちがいっぱいいるっていうことも分かっていた中で、ああいう先鋭的な発言をしていくっていうことに対して、まあ、しかもおっしゃった通りいろんなこう批判みたいなものっていうのはあると思う。そのあたりの受け止めはどうなんですか。そうですね、まあ、そのあれってあの記事が出ると、まあ、下の方にちゃんとその物価高でどうこうって書いてあるんですよね。まあ、そこ結構コントロールできないなっていうところがあるんですね。まあ、だから、まあ面白半分に、まあ、言ってしまえば取られてしまってそこを注意する方法はまあほぼない形ですよね。一方で例えばそのもともと生活保護費って結局その拡張されてきたわけですよね。もともとエアコン代ってなかったんですよ。でもエアコンってもう今エアコン代が出ないことに対して多分意義があるやる人ってあんまりいないじゃないですか。それはもとったらあるいは高校の進学に関してもいろいろイチャモンがつけられた。今高校に出るってことあんまないじゃないですか。だからそういうふうにどんどん拡張していたときに健康で文化的な生活が私にとって何かって言ったときにこれはやはりその叫びになりますよね。やっぱりエアコン暑いの嫌だとか高校行きたいとかあるいは今だと大学行きたいですね。だから、まあ、あれの発言に関してはまあなんでしょうね、いいことだなと思いますね。やっぱりそこに対しては、まあ、メディアさんがちょっと手加減してくれよっていうところが本音としてはあります。僕は本当に思うのは、まあ、メディアの書いた記者がどれだけこの問題を本当に解決しようと思ってるのかなっていうことと、まあ、あれを見出しに取った多分整理部かどこかの方はそう思ったんでしょきっと。言ってるよまたってで、これが本当にニュースバリューなんだと思ったわけじゃないですか。で本来国民対国政府っていう構図なのに、はい、なぜか私たち、まあ、納税してる方と、まあ、生活保護してる方を戦わせる構造を作っちゃってる。結局なんかすごい大マスコミ様がその下々の民を争わせて分断させてってことに加担してしまってますよねっていうことに関してメディアの側が説明をする責任があると思います。取材した記者なりタイトルをつけたその整理部の方がいや我々の本来の意図はこうだったしこういう部分もあったんですと。で確かに今こうやってネット上で議論になっていることに対してはもう一回じゃあ説明しますねっていうことをちゃんとやるべきだと思うんですね。僕なんかでもいろんなニュース番組とかでなんか発言が炎上したりとかしたらやっぱ言いますもん。いや実はこういう舞台裏もあったしこうなんですと、っていうことを多分せずにあとは知らない匿名の記者なんでっていうのはもう僕はフェアじゃないと。なるほど。その安倍プラがその実行委員会側に取材をしました。これにこのデモに関してですね、たまにうなぎを食べることは普通の暮らしだと考えています。決して贅沢をしたいわけではありません。生活が苦しい人たちが生活保護を利用できない社会がおかしいのであって不満や怒りは政府や行政に向けられるべきですというような発言がありました。どうです。いやいや全くその通りですよ。だから冒頭申し上げたように、うなぎを食べるとかね旅行に行くとかっていうのは少なくても最低限の生活ですよね。文化的な生活だと思うんですよね。でもそれすらできないっていう現状がおかしいんですよ。で例えばじゃあこれでね結果として今批判してますよ。でわきまえろとかなんでもっとその贅沢暮らしをするんだって言ってる人たちはこうどうすればいいのか。結果生活保護の受給額をじゃあそれで下げたとします。それか今はだいたい補足率2割ぐらいですよね。これ欧米なんかよりももう全然低いわけですよ。これをさらにこう狭めた時にですね、その例えばじゃあ最低賃金みたいなものっていうのは生活保護の受給額と、まあ、かなりこう密接連動しているとも言われてますよね。生活保護費が下がっていくと最低賃金を下げる理由もできていくわけですよ。要は全員のこの社会の暮らしみたいなものに対しての影響は極めて大きいんですね。だからやっぱりそのエネルギーっていうのを政府に向けるべきだっていうのは、まあ、まさにその通りで、やっぱり今賃金を上げていくということもこういううなぎを食べるとか旅行行くっていう当たり前の暮らしが当たり前にできるってことが本来通常の姿であって、やっぱりそっちにねこのエネルギーみたいなものは僕は割いていくべきじゃないと思いますけど、ね、それを本腰を入れてやらずして解散いつやんのみたいな話をしている今の政治こそやっぱりもっともっと批判されるべきだと思いますよ。相変わらず今もその賃金を、ね、上げるために何ができるのかって煮詰まってないじゃないですか。煮詰まってないうちにきっとまた解散とかするんじゃないんですかっていうか、そ
そっちに目を。でも今回国はあれですよね、こういう状況であっても、うん、確か生活保護は使ってくださいねっていうことを、そうそう、 SNS で発信してましたよね。まさに内閣官房のこう孤独孤立対策担当室というところはツイッターで今回のこの、まあ明確には言わないけれども、うん、明らかにこの SNS の盛り上がりを見て生活保護をは国民の権利なんだということを言ったんですね、まあ、かつてあのインフルエンサーの方がですね、まあ、生活保護に関する発言をした時にもこれ厚生労働省が同じようなことを出しているんですね。で政府の立場としては当然生活保護っていうのを受けてください、もっと受けてくださいって言うんです。ただ政府が言ってることと現場が言ってることに大きく乖離があるっていうのが多分生活の問題じゃないかなっていう気がするんですね、うん、そうですね。石川さん、実際にこう生活保護はあってよかったですか？はい、よかったですね。生活保護がなかったら多分僕は、うんうん、今この場にももちろんいないと思いますし、こうやって未来に向けてやっていこうみたいな活動もできてないと思いますし、生活保護に僕救われたっていうのが結構でかいですね。これ鹿丸さん、まさに救われたっていう意味で生活保護というセーフティネットが機能したということだと思うんですけども、一方で生活保護はやっぱり入りやすくて出やすいという制度が本来理想なわけですよね、うん、生活保護が打ち切られる理由に一番多いのは死亡ですよね、亡くなって打ち切られるというケースが多いわけですよ。ずっと生活保護を受けておられる方が多いと、その自立支援を含めた自立をしていくんだと、生活保護から抜け出していくんだと、そういうところの将来設計っていうのはどういうふうにお考えなんですか？そうですね、そもそもその抜けにくいっていうのも半分ぐらいが65歳以上の高齢者なので、そもそもその働くことができない人たちが多数を占めている状態なので、その20代30代に絞った形でその抜けてるかどうかっていうのを見ないと何とも言えないんですけども、ね、現在でもその支援だったりその技術、技能習得という形でその資格のお金が、資格を取得するためのお金が出たり、うんうん、その職業訓練校みたいなところも行けたりするので、今ある制度の内でも十分社会復帰をすることは可能なんじゃないかなと思います。鹿丸さんご自身はそれを今目指しておられるということですよね？はい、そういったできる範囲内でやっていこうかな。気持ちとしてはどうですか、鹿丸さん、次の仕事チャレンジできるっていうような気持ちになってくるんですかね？そうですね、そのメンタルが病んでる時とか、その体力が落ちてる時っていうのは基本的にその目の前のことしか考えられなくなっている状態だと思うので、その長期的な目線を持つためにはまずその体を休めるということがとても重要だと思うので、そういったそれをしていくことで、休んだりすることによってそういう思考が出てきて、その未来に向かって考えることができるという、そういうことだと思うので、その今辛い人が働き続けるというのは国益にもかなわないと思いますし、その人にとってもプラスにならないんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。やっぱりでも世間から見ると生活保護ってその働いてないくてもらえるお金とか、私たち僕たちが納めてるお金が払われてるってイメージ、どうやっても多分払拭するのが難しいだろうなっていうふうに考えちゃって、先ほども鹿丸さんのも見てて、あ、勉強しながら俺たちの税金使ってんだとか、その動画編集でお金もらえてんのに俺たちの税金使ってんだっていうふうにやっぱどうしても思っちゃうっていうか、感情論で動いてしまう部分はあると思うんで、そうなってくるとやっぱどうやってこのイメージを今後払拭させていった方がいいんだろうっていうふうに思うんですけど、なんかマクロで考えるのがいいんだなと思うんですよね。っていうのは生活保護受給している人たちも実は消費者なんですよ。消費をしていて経済をこう回しているわけですよね。ずっと家にこもって何もしてないってわけではまあ一つないんだろうと。だそういう意味ではまあ間違いなくその日本の経済を回していくと、ちょっと原動力になっている、同じ消費者としても位置づけられるということもあると思います。たださっきまあラムさんが言ったそのいわゆるこうスティグマみたいなもんですよね。でそれって藤木さんもおっしゃると難しくて、多分スティグマって制度か文化の2つでしか改善できない。文化で言うと、まあ、国民の権利ですよとかって言い続けるしかなくて、で制度で言うとまさにベーシックインカムみたいな、全員がもらったらスティグマってなくなるわけですよ、みんながもらってるから。だからそれをどっちを取るのかっていうことを財源も合わせて議論していかなきゃいけないんじゃないかな。今なんかすごいヒントをもらったなと思ったのが、なんか僕らが払ってる税金が原資になってるってイメージを払拭するために基金みたいな形で、それを切り離してその基金化して、そこもそこでちゃんと運用して自分たちで運用益を出していくような、まあ今の年金基金の運用のあり方のような生活保護基金運用の仕組みをちゃんと入れて、独立した機関がそこから分配していくみたいな、ちょっとその僕らにとってもその徴税感プラス負担感みたいなのを払拭するような、でかつきちんと持続可能に回っていくような仕組み作りをやるみたいな話を臨時国会でも本当はちゃんとやってほしいんですけども、社会保障と税の一体改革を全然出てこないです。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。
これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。